一宮線とは、愛知県岩倉市の岩倉駅から同県一宮市の東一宮駅までを結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線である。1941年までは、名古屋市内の柳橋駅から美和島京駅を経由して、岩倉駅に至る区間も一宮線の区間であったが、同年に新名古屋駅が開業した際に、柳橋美和島羽島が廃止となり、 美和島京岩倉間は犬山線に編入された。路線廃止時点のもの、名鉄の前身となる名古屋電気鉄道が初期に開業させた路線である。名古屋鉄道の前身会社である名古屋電気鉄道はもともと、名古屋市内における路面電車の運営を行っていた会社であったが、後に当時アメリカで発展を見せていたインターアーバンの流儀に習い、尾張北西部地域に 軍部線と呼ばれる現在の名鉄が営業している各地方路線を建設していくことになった。その最初の路線として選ばれたのが、島地外れに設けられた押切町駅を起点として岩倉を経由し、市宮に至る市宮線であった。当初は名古屋本線も開業していなかったため、市宮線が名鉄経由で名古屋から市宮へ向かうルートとされていた。 1910年に押切町尾は島間が開業したのをきっかけに順次路線を伸ばしていき、1913年には東一宮駅まで全線復線の路線として開業した。この時は名古屋電気鉄道の中でも最重要路線として位置づけられ、名古屋尾り一宮間で並行する東海道本線に比べても距離こそ遠回りであったが、本数では格段の差があり、 多くの利用客があった。しかし1928年に、名記線として美和島橋から新一宮間が開業すると、距離的に短いそちらのルートが本線とされたため、一宮線の岩倉東、一宮間は、衰退を見せることになった。1935年に、名記間を結ぶ路線が完成し、特急や急行電車が頻発運行されるようになると、 一層その流れは進んだ。1941年には、柳橋美和島・羽島が廃止、美和島京橋岩倉間が犬山線に編入され、一宮線は残部の岩倉東、一宮間のみとなった。もっとも、それでも終わり北部地域における連絡を図る路線として、ある程度の需要は存在したため、長らく一宮線には犬山線からの直通急行。 普通電車が設定されるなど、終わり北部を横断する路線として、使命を追い続けた。なお、戦時中には、資材流用のために不要不急線とされ、一宮線は単線化されている。戦後、モータリゼーションの発展に伴い、市線のバス化が積極的に推し進められる中、国道22号名機ワイパスの建設に伴い、交差部の高価格配線化の判断を迫られ、 最終的には、市宮線は1965年4月25日をもってバス転換の上で廃止された。廃止区間のうち岩倉花、岡町間は道路に転用され、残区間は民有地となった。県道区間は大体バスルート上であり、羽根、元小山両駅の跡地には同名のバス停留場が設けられている。県道名古屋港南線と線路の交差地点に、 設置された名草線岩倉湖線橋が、一宮線廃線後の2017年まで残り、立体交差として活用されていたが、名草線の拡幅による平面交差化に伴い撤去された。ありがとうございます。